大型連休企画シリーズ驚きの穴。今日はコーヒーの話題です。味だけでなく見た目も楽しめるちょっと変わったコーヒーを出すカフェを紹介します。このお店でちょっと変わったコーヒーが飲めるそうなんですが、店長一つお願いします。はい、かしこまりました。うわ、これがコーヒーですか。芸術作品ですね。この芸術的なコーヒーが飲めるのは袋井市河合にある居酒カフェ空海です。店長の竹原さんはコーヒーカップの中に絵を描くラテアートの達人です。ラテアートはカップの中にエスプレッソとスチームしたミルクを注ぎ、スティックを器用に使って絵を描きます。竹原さんの華麗なる技をご覧ください。これはチョコレートソースを使った技。こうしたラテアートを楽しむことができるお店は県内では数軒しかありません。こうした華やかな技の陰にはもう一つの隠されたプロの技がありました。それはこの泡です。細かな泡を作るっていうところがやっぱり一番難しくって、それがないと僕たちも絵の具みたいな感じで使えないんで、カップを少し傾け揺れないようにするのがポイントです。手のひらで温度をチェックしながらきめの細かい泡を作ります。お客様に出せるようになるまで、うちのスタッフはみんな100杯ぐらいは練習してますね。バーテンダーの経験がある竹原さんは、味だけでなく見た目でも客を楽しませることがコーヒーでもできないかと考え、行き着いた先がラテアートでした。外国からビデオを取り寄せて独学で勉強したそうです。その思いはこんな形にも。お誕生日おめでとうございます。そう、すごい可愛い。可愛い。春っぽい感じ。注文によってどうこうアートをやってくれるのかなっていうのもすごい楽しみで、それを私の想像を覆してくれるのがすごい楽しみです、はい、やっぱお客さんの笑顔を見たいだけですよ。ずっと練習したりしてきてよかったなっていう思いますね。達人が作ったコーヒー、それはもてなしの心があふれる一杯でした。素晴らしい技ですね。竹原さんとしては温かいうちにコーヒーを飲んでほしいそうなんですが、皆さん写真を撮ったり眺めたりしてコーヒーが冷めてしまうのが悩みだそうです。さて、明日の